TP テニスアカデミー綿貫祐介です。いつも動画視聴ありがとうございます。本日は、サーブのスピードアップ術、の基礎を教えさせていただきたいと思います。本日は、スピードを特化して、僕みたいに小さいような体でも、スピードが出せるような、体の使い方をねぜひやっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。今回も、3つのポイントに分けて、説明をさせていただきます。まず1つ目に、スイングの軌道です。多くの皆様が、トスを上げて振るのが上の方向に、ネットを避けたくて上の方向に振っている方が、多く見られます。野球だったり、投げる時のフォームをそのまんま、スイングをすると、必ずラケットヘッドは上がってくるのが、分かると思います。無理にそこから上に振ろうとするんではなく、ヘッドは勝手に上がってくるので最後は自分から、振り下ろすイメージを持って、スピードアップをしましょう。2つ目に、左手の使い方です。多くの方がトスを上げた手っていうのが、意外と意識がなく、打ってる方が多く見られます。トスを上げた手をしっかり引くこと、そして左手を上げた際に少し上に突っ張る感じをね、持ってあげることを意識してください。左手を突っ張ることができてもダラーンとね、下ろしてしまうとパワーは半減してしまいます。ランニングをするときだったり、ボクサーの方がパンチをするときみたいに、右手を出したかったら左手をしっかり引くことを、イメージしてみましょう。最後に3つ目ですね。足の使い方、膝の使い方、パワーを出したいからって、皆さん大きく、沈み込んでいませんか？できるだけ高い打点で、打ち下ろしたいのでなるべく膝の上下運動はなくして、足を寄せるだけだったりほんの少しね膝を曲げるだけのイメージを持って高い打点でサーブを打ってみましょう。今日は3つのテーマをもとにサーブを打ってみました。まず1つ目はスイングの軌道ですね。なるべく下の方向上に振らないということ。2つ目は左手の使い方、しっかり左手を張って引き切るということを意識をしました。そして最後3つ目、膝の使い方ですね。
なるべく上下運動をするんではなく高い位置から、ボールを下に向かって叩けるように、しましょう。以上3つの点を気をつけていただいて、スピードアップを、目指していただきたいと思います。次回は綿貫プロ、僕のボレーを直してください。次回は、蒲田のボレー、強化練習会です。